今日から秋の全国交通安全運動がスタートしました。初日の今日、静岡市では国道1号の交差点を中心に白バイやパトカーによるパトロールが実施されました。また駿河区の森下小学校では通学時間帯に合わせて警察官らが校門の前に立ち、車などに注意するよう児童に声をかけました。県警によりますと、今年に入ってから昨日までの県内の交通事故による死者は59人で、今日も午前9時ごろ、静岡市葵区牧ヶ谷で大型トラックが自転車と衝突し、47歳の女性が死亡する事故がありました。